プリティ・ポリーは、イギリスの競争馬。主なカチクラは、イギリス品バクラシック3冠。ボバを相手に15連勝した。ピアレス、ポリーの異名を持つ。プリティ・ポリーは1901年に、アイルランドのエアフィールドロッジ牧場で生まれた。生まれた直後から美しい栗毛の馬体をしており、生産者のユースタス・ローダは直ちに、麗しいポリーと名付けた。プリティ・ポリーは、 貧馬とは思えないほどたくましい馬体の持ち主で、デビュー前からローダが生産馬を集めていった模擬レースで優れたパフォーマンスを見せた。ローダはプリティポリーの能力を高く評価し、デビュー前にセンギニーとオークス、さらにセントレジャーステイクスの出走登録を行った。プリティポリーは1903年6月にデビューし、 後にダービーステークスで2着になったジョン・オーガウントに10馬身のキサをつける勝利を収めた。この後、チェバリーパークステークス、ミドルパークプレートなど1200メートル以下のレースを八連勝し、9戦9勝でこの年のシーズンを終えた。翌1904年、プリティ・ポリーは、ステップレースに出走することなく千ギニーに出走した。 1200メートル以下のレースにのみ出走していたことで、1600メートルの距離をこなすことができるか疑問視する向きもあったが、1分40秒のレコードタイムを記録して優勝すると続く2400メートルのオークスも勝利し、秋には約2900メートルのセントレジャーステークスで、ヘンリーザファースト、ニカンバセントアマントラを破り、ン馬クラシック3冠を達成した。 セントレジャーステークスの後パークヒルステークスを優勝し、デビュー15連勝を達成。この記録は現在でも、リボーの16連勝に次ぐ記録で、ブリガディア・ジェラードに並ぶ20世紀ヨーロッパ第2位の記録である。敗れたレースはフランスに遠征して出走した、コンセイユ・ミュニシパル賞で、輸送に遅れが生じたことがたたったとされる。翌1905年は、 初戦のコロネーションカップをレコードで勝ったものの目標としていたアスコットゴールドカップを前に故障を発症し休養を余儀なくされた。秋には復帰しチャンピオンステークスやジョッキークラブステークスを優勝。翌1906年もアスコットゴールドカップを目標に据えコロネーションカップなどにレースを勝って臨んだがゴール前でバチラーズバットンにかわされ2着に敗れた。 この時バチェラーズバットンに起乗していたメイハーはかつて2400メートルの混成ユミニシパル賞でプリティーポリーに起乗したことがあり同レースの敗因についてプリティーポリーは偉大な馬だがステイヤーではないと距離の長いレースへの適性のなさを敗因に挙げており2マイル半のアスコットゴールドカップにおいて自らの手でそのことを証明する結果となったプリティーポリーは アスコットゴールドカップの後故障を発症し、競争馬を引退した。引退後は繁殖品馬となり、10頭の産区を出した。産区の競争成績は、さほど優秀ではなかったが、品馬の産区は繁殖品馬として優秀な成績を収め、プリティーポリーの子孫は大きく、勢力を伸ばした。その結果ファミリーナンバーによる分類において、プリティポリーを子孫とする、 メス系子孫は、現在では14号族の C 分子として、独立分類されている。ボバの産区を見ると、クラックマンナンが1926年に日本へ輸出され、リーディングサイアー級の成功を収めている。晩年のプリティポリーは半悪くして食が細くなり、衰弱の末安楽死処分された。遺体は、エアフィールドロッジ牧場に埋葬された。 メスケ子孫には1960年代に日本で活躍したシュボバガーサントやベイグリーノーブルの父として知られるビエナプリティーポリーに並ぶ15連勝を達成したブリガディアジェラード外戦門賞を制し日本に種ボバとして輸出されたキャロルハウスらがいるが何と言ってもプリティーポリーの地を世界に広めたのはニーアークティックの母レディアンジェラの存在が極めて大きい ちなみに、日本の大守母場、ノーザンテイストもレディアンジェラの孫であり、レディアンジェラの濃いクロスが特徴となっている。14号族の C 分子のメスケーズの主要な部分を示すと次の通りである。アイルランドのカラ競馬場では、プリティーポリーステークスが行われている。また、イギリスのニューマーケット競馬場でも、同盟の競争が施行されている。 父ガリニュールは1904から1905年、イギリスのリーディングサイヤー。当時は、セントサイモン系前世で、前後のリーディングサイヤーは、セントフラスキン、パーシモンなどセントサイモン系に占められていた。ガリニュールはそれらに対抗していた数少ない、主王馬であった。ありがとうございます。